三宮駅バス乗り場では、兵庫県神戸市中央区の三宮地区周辺にあるバス停留所について詳述する。神戸市の中心部で JR 神戸線をはじめとする複数の鉄道路線の要衝でもある三宮地区には長距離、短距離を問わず数多くの路線バスが発着している。広範囲にわたり路線が通じ、利便性に欠ける反面、運行会社や路線ごとに異なる乗り場に発着するケースも珍しくなく、しかも長年にわたり代表的なバスターミナルが存在しなかったため、観光客はもちろん地元の人々にとっても乗り場がわかりにくい状態が続いていた。特に1998年に明石海峡大橋が開通して以降は淡路島、四国方面へと向かう高速バス路線が激増し、しかもダブルトラックの路線がほとんどである点も重なり、問題の深刻さは増すばかりであった。こういった問題を解決するため、神戸市は阪神・淡路大震災からの復興と合わせて JR 三宮駅の南側に建設された神戸新聞会館1階にバスターミナルを整備することとし、季節の神戸市バス三宮ターミナルを統合する形で三宮バスターミナルが開設され、一般路線、高速路線、送迎便計37路線が乗り入れる拠点が誕生した。しかし、それでも一部の路線や運行会社は、三宮バスターミナル以外の従来の地点に引き続き発着している。この現状を受け、周辺のバス停にアルファベットと数字を組み合わせた乗り場番号を割り当てた地図、三宮駅バス乗り場案内を作成した。また、三宮駅周辺における公共交通乗り継ぎ円滑化推進会議が主体となって乗り場インフォ三宮を開設したが、現在は閉鎖されている。なお、現在は阪神神戸三宮駅やその周辺で改良工事が行われているため、同駅周辺の一部の乗り場は移転、休止している。また、乗り場が分散し、わかりづらいこともあり、三宮駅前の再開発計画で、現在の中央区役所の場所に新バスターミナルの整備が計画されている。三宮バスターミナル、神戸市内最大のバスターミナルで、前述の通り2006年11月26日より供用されている。各種案内では M1 から M11 の乗り場番号が割り当てられている。従来から発着している市バスに加え、ミント神戸の1階部分に高速バス路線の乗り場を新設し、乗車8バース、降車3バースに拡張した。切符売り場は7時から21時まで営業しており、JR バス系を2バース、私鉄系を1バースが使用している。JR バス系は、西日本 JR バス、私鉄系は、日本交通が営業しており、いずれも旅行業法における営業所にあたる。窓口と同じスペースには、待合室もあり、6時から24時まで利用できる。室内にはバスターミナル内に発着する全路線の時刻表が掲出されており、旅客案内システムも運用が開始された。トイレや清涼飲料水の自動販売機も設置されている。なお、ターミナル内には後述する新規バス、三宮バスターミナルの案内も掲出されている。発着路線、編集高速バス。編集一般路線など、編集新規バス神戸三宮バスターミナル新規バスが使用しているバスターミナル。同社の一部の路線を除く全線と定期観光バス、スカイバス神戸、全ただしバスの高速バス路線が発着する。乗り場番号は M15。JR 三宮駅東側の高架下にあり、切符売り場や待合室、売店やトイレがある。高架下のスペースを利用しているため、乗り場は駐車場のような様相を呈しており、バスはバックして乗り場に入線する。乗り場のすぐ前は公道であり、交通整理の係員が配置されている。前後に2台ずつ縦列駐車を行う。以前は縦列駐車の前方8バースのみを使用し、後方はバス留置場として使用されていたが、増便に伴い留置場でも、乗車扱いする便が増加したため、2019年2月1日より、後方の留置場を11から18番都市、全16バス体制での運用が開始された。なお、空いている乗り場に随時バスが入線するため、便により乗り場は変動する。このためバスへの乗車は発車10分前からで、待合室内の電光掲示板や放送で案内されるまでバスに乗車することはできない。三田、三木、西脇方面からの便の降車は一部を除いて三宮バスターミナルの 10.11 番降り場で扱われる。その他路線の降車は随時空いているバスに入線して行われるが、出発便の多い時間帯やバースが埋まっている場合などは公道上で行われることもある。ターミナル内には前述した三宮バスターミナルの案内も掲出されている。阪神三宮駅前、三井住友信託銀行神戸支店前にあるバス停でちょうど民と神戸の対面に位置する。乗り場番号は Y1 から Y5 が割り当てられている。阪神バスの高速バスの発着や、伊丹、関西空港からのリムジンバスの降車場になっている。停留所には屋根が備え付けられているが、待合室や切符売り場はない。なお、2008年2月までは20メートル東の日本生命三宮駅前ビル前に乗り場があったが、阪神三宮駅の改良工事に伴い移設された。また、三宮バスターミナルの開業までは、日本交通系の高速バスもここから発車していた。JR 三宮駅、南駅前広場の南にあるバス停。乗り場番号は M12 から M14 が割り当てられている。山陽バスの垂水方面行き高速バスや、飛行、シティバス、港観光バスの六甲アイランド線が発着する。また、神戸フェリーバスのジャンボフェリー連絡バスは、ここが降車場となるほか、深夜便に連絡する0時30分発便は、民と神戸が閉館しているためここから発車する。設備は一般的なバス停と同様で、屋根や待合室等はない。隣接して、市バスと阪神バスの一般路線バス、三宮駅前バス停がある。通勤快速、快速は全便が神戸学院大学口、大津和、上脇、北別府3丁目に停車する。阪神三宮東口から神戸市西区や明石市大久保地区へ向かうバスが運行されている。神戸三宮高架商店街前バス停に停車中のロイヤルバス都市間ツアーバスから路線バスに移行した路線の乗り場である。当初より北側の PMPT ビル2階に神戸三宮高速バス待合所が設置されており、係員が乗り場に誘導する。区間などは各社ホームページにて確認のこと。各系統の各停留所の詳細に関してはその系統の項を参照されたい。三宮センター街、東口、編集北港、編集、南港、編集地下鉄三宮駅前発着、編集北港、編集、南港、編集三宮山手発着、編集、南港、編集北港、編集三宮駅前発着、編集東港、編集、西行、編集神戸税関全港については、三宮ビル、北館北側。ありがとうございます。